はい、どうも皆さん、こんにちは、ニムです。セブンデイズトゥーダイ、レイブンハーストプラス、魔法モッド全開のスクラやっていきたいと思います。前回はですね、こちらの高品質化石をね、採掘しに行ったという回だったんですけども、今回からね、ちょっとこの、クエスト見てみると、こちらのサバイバルジャーナルね、この完成した章を、クラフトするっていう、こちらのね、クエストをちょっと進めていこうかなということで、まず最初はね、このクッキングからね、荒れ地クッキングからやっていきたいなと思います。さあ、右上見てみると、ブルーベリー2個集めろということで、ブルーベリーはね、ここにありますので、集める。サバイバルミックスをクラフトする。ほう。サバイバルミックスってなんだろう。レシピ。これかな？これか？サバイバルミックスは栄養価の高いサバイバルに最適な食べ物です。これあれかな？なんかこの、グラノーラ的な？グラノーラ的な感じ？植物の種15個。あるかな？さあ、植物の種25個ありました。これでサバイバルミックスを作る。お、1分かかる。1分もかかるんだ、これ。うん、ちょっとグラノーラ的な食べ物ですね、おそらく。さあさあ、あ、クラフトの瞬間を見届けないといけない。5、4、3、2、1、てれーん、2個できました。これあれだね。1個作ると、2個できます。さあ見てみると最大スタミナが10、体力が10、水分量がマイナス3、食中毒が 0% ということで、まあ体に害は、ない感じですね。さあ、じゃあこれちょっと食べてみようか、せっかくなんで。体力マックスだけどね。次にサバイバルキャンプファイヤーをクラフトする。これだよね、サバイバルキャンプファイヤーって。ん？普通のキャンプファイヤーとサバイバルキャンプファイヤーは微妙に違うのかな、もしかしたら。さあ、繊維ロープとかクッキングポットとかをちょっと集めまして、クッキングポットどこにある？あ、ありますね。よし。これでサバイバルキャンプファイヤーを作る。ほう、これは普通のキャンプファイヤーとはまた違う。あ、これか。これ作ったよ、ここに。作っちゃった、これ。ちょっと待て待て、ちょっと待て。ちょ待てよ。これちょ待てをして、これ回収しちゃえば、クエスト的には、ほら、これ完了なるので、あとはこいつを設置しちゃえばいい、もう一回。OK。よーし。いや、これちゃんとクエストの通りにね、こう進めていかないと、もう一回やんなきゃいけなくなるね。あ、魚を捕まえる来ましたね。スクラップポリマーとメカニカルパーツ。スクラップポリマーってどれだっけな？あ、スクラップポリマーこれですね。このスクラップのやつ。これを集める。よし。クラフト釣り竿餌なし。釣り竿作れんだ、これ。こっからレシピでいくと、ありました、これ。釣り竿餌なし。ほう。この釣り竿に、この釣り竿には餌も重りもついていません。ほう。使えんのかな、これ。餌と重りも準備すれば使えるってことかな。5、4、3、2、1、デレデーン。できました。釣り竿餌なし。餌と重りを取り付けてから使用してくださいって出ましたね。さあ、生きたミミズと、鉛の釣り用重り。ほう。なるほど。その辺があれば、使えるのか。釣り用の重りもね、なんか、前見つけたんだよね。ただ、スクラップにしちゃった可能性はね、あるね。うん。鉛ってことは多分スクラップにして、この鉛にしちゃった可能性はね、ちょっとあるんですよね。どっかに、ミミズは普通に多分いる、あ、いますね。重りだな、問題は。さあ、ちょっとね、鉛の釣り用重りがないので、探しに行こうかな。うん。まあ、探しに行きつつ、ちょっと珍しい建物とかね、見つけたら、そこ探索しつつって感じでやっていこうかな。ただ、モッドで追加されたね、アイテム1個だけをこの、何、探しに行くっていう、ちょっと難しいよね。うん。難しさあるよね、これ。さあ、ファイアースペルキャストね、壊れかけてたんで、新しいの作りました。よし、探索に行こう。さあ、家の周りをね、ちょっと探索したら、鉛の釣り用重りをね、見つけることができましたので、あとはミミズを、持ちまして、よし、これでクラフト釣り竿、釣り竿を作るということで、ミミズレシピ見て、これですね。釣り竿作成。お、釣り竿を手に持った状態で水に向かって左クリックをします。釣り竿のアイコンに魚の絵が表示されたら、ん？追加されたら成功です。魚がかかった釣り竿を持ち、地面に向けて左クリックするとバケツが現れます。
そのバケツをナイフで解体してみましょう。ちょっと待って。なんか、複雑だけど、とりあえずナイフを持ってけってことかな。まあ、この肉切り包丁もね、探索で手に入れたんで、まあ、この辺のアイテムをちょっと持っていこうか。よし。さあ、魚を捕まえる。設置する釣りバケツ。釣りバケツを設置しなきゃいけないのか、まずは。よし、とりあえず釣ってみようぜ。これ、プールで釣れんのかな。とりあえず水面で、左クリック。あれ。難題ですね、これ。あれか、設置する釣りバケツってことで、釣りバケツを作らないといけないのかな、多分。さあ、お家の近くのね、湖に来たんですけど、これで、左クリック。水面に向かって左クリックをすると、バケツが現れますって書いてあったんだけど。全然バケツ現れないんだけど、何これ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 。あ、じゃあ、さあ、じゃあ、あざす。こういうこと？地面をクリックしろってこと？これ。とりあえずバケツ出てきましたね。これで、魚のアイコンが出てきたら釣り完了ですみたいな書いてあったけど。どういうこと？魚のアイコンどこに？どういうこと？これ全然現れないよ、魚のアイコン。え？あれ？しかもクエストこれ、なんかもう出てこなくなったな。完了した？あ、料理クエスト完了しました。ほう。これでクリアなんだ、一応、料理は。全然料理してないけどね、なんか。ミミズなんかね、フライにしてさ、ちょっとこう、なんだ、フルーツ系の何なんかね、そういうやつ作って終わりじゃん。え？これ何？あれ？この釣り竿には、あれ？重り取れちゃった。釣り竿。あ、その場で作れる。これあれだね。重りとミミズさえあれば、その場で作れるんだ。なるほど。で、これでもう一回。もう一回。あ、来た。魚。右下が魚のアイコンに変わりましたね。お。お。魚が入るというよりは、そのバケツが現れて、そのバケツを壊すと魚を手に入れられるってことかな。一応ナイフで壊せって書いてあったんで、一応この、あ、魚取れた。なんかめっちゃグロテスクな音したけど、魚取れましたね。どれだ、魚。あ、これだ。生魚。これもかな？これちょっとピッケルで行ってみようか。あ、ピッケルで行ってもちゃんと取れますね。3匹。よし、これで生魚7匹取れました。これを、ま、グリルにしたり、焦げにしたり、アクアリウム。ほう。水族館というか、釣り池も作れんの？え、すごいね、これ。釣り池作ってみたいな。なるほど、こんな感じで魚が釣れるようになるという感じですね。よーし、とりあえず完成した料理のショー。料理系のね、クエストはこれで終わりみたいなので、さあ、次行こうか。どうしよう。自転車のタイヤ。さあ、とりあえずね、お家に帰ってきました。完成した料理の書をここにしまっておいて、このサバイバルジャーナル。これがあると、これちょっと一回取ってみて、これのレシピで見てみると、あれ？あ、違うな。完成した書を収納することが可能ですって書いてあるけど、これはどういう使い方するんだろう。完成した料理のショーのレシピ見てみると、完成したサバイバルジャーナル。あ、これで全部のこのショーを集めて、この一つのサバイバルジャーナルにできるんだね。なるほど。クエスト見てみるとこんな感じですね、今んとこ。2ページ目はね、もうこれ達成したやつなんで、この1ページ目で今んとこ全部のクエストが、載ってますね。完成した料理の章、これがね、今達成したので、あとはクラスの章、考古学、乗り物、ワークステーション、農業、高度なサバイバルの章、ということで、あと6個あるんですけど、これだね、1、2、3、4、5、6。この6個のクエストをクリアすると、サバイバルジャーナルのね、このクエストが完了となります。さあ、まずは、じゃあ、これやっていこうかな、もう順番で上からね。スキマティックをスクラップして手に入れたナレッジポイント。ん？ナレッジポイントを集めろってことで、ナレッジポイント。ん？スキマティックをスクラップにしろってことかな？スキマティックはね、どこにしまってるっけな？あ、ここかな？いっぱいあるんで、これの、例えばこれとか2個あるやつ。2個あるやつの1個を、
分解すればナレッジポイントってやつになるのかな。やってみようか。スクラップ、いやちょっと待って、紙にしかなんねえ。お、来た来たぞ、ナレッジポイント。お、 18も手に入った。お、ロックピック、住居のドアをロックピックで開く。あ、ロックピックで開く系のクエスト来ましたね。ちょっとこれやってみようか。そんなわけでね、1週間経ちました。ちょっとゲームのね、動画の方ではまあ、カットでね、普通に繋がってると思うんですけど、リアルの方で1週間経ちました。そんなわけで続きやっていこう。確かロックピックでなんかドアを開くとかそんな感じだったかな。右上見てみると、住居のドアをロックピックで開くということで、アップグレード玄関ドア。ブタ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 、ちょ待て待て、ちょ待て、ちょ待てよ、ちょ待てよだ。おらー、シャラ、お前シャラ、ちょ待て、ブタブタ、セイツ、ウェイツ、セイツ、おいセイツ、よし、食料回収と。さあさあ、アップグレード玄関のドア1 1ってどういう意味これ。とりあえずロックピックをね、使うには、前コメントでいただいたんですけど、ドアをね、攻撃しない状態というか、まあ、ドアに限らずね、ガンセーフとか全く攻撃していない状態であれば、使うことができるということなので。お、オーバーオール。さあ、とりあえず何このはしご、このはしご何。あー、これあれか、高いところの本を取るためのはしごかな。どうしよう。さあ、あそこにね、ロックされたドアがありますけど、ここで、ほい、ほい、あ、来た。右クリック長押しで、ほい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 、せい。てれーんと、あ、1V3 ピック済みってどういうこと？ほい、あ、開けられた。ただ、アップグレード玄関ドア1ってなってるから、これ何？ドアをアップグレードしろってこと？お、あ、これでクリアになりましたね。お、なんか赤いやつ手に入れた。これ何？あ、完成した高度なサバイバルの書を、手に入れることができました。よーしよし。意外とあれだね、完成した書を集めるってのはそんなに難しくないかもしんないな。さあ、そんなわけで、完成した高度なサバイバルの書、これ手に入れましたね。完成した料理の賞も手に入れてるはずだから、あとは、ビルディングワークステーションとかこの辺かな。とりあえず家帰ろうか。さあ、お家に帰ってきました。あれ、またランドクレームブロック壊れてんな。なんかね、これセブンデイズトゥーダイを起動するたびなのかわかんないんですけど、ランドクレームブロックがなぜかね、いつも壊れてんだよねこれ。なんでなんだろうこれ。さあ、完成した料理の賞ね、これと、こちらね、完成した高度なサバイバルの賞ということで、ちょっと1週間経ってるんでね、どのぐらいの時間この動画を撮影したかちょっと覚えてないんですけど、まあ確か釣りとかねしたから、まあこの辺で今回終わっとこうかな。この辺でちょっと、今回終わっといて、まあ次回にね、また賞を作るということでやっていきたいなと思います。まあ、そろそろね、ちょっと乗り物が欲しいので、まあ、乗り物系の、クエストも進めていきたいのということで、お前ちょっと、ここ俺んち、ここ俺んち。あ、そうだ、このナレッジポイント。ナレッジポイントを、なんか使う、あれだよね。クエストもあった気がするんだけど、どれだったかな？あ、それはもうクリアしたんだったかな？なんかナレッジポイントを作るみたいなクエスト？ちょっと、多分してるな。多分してる。このクラスの知識を、高めるっていう、違う、この集めるっていうこのクエスト、これはですね、ナレッジポイントね、設計図とかを分解して手に入れたこのナレッジポイントで、この弓トレーニングノートとかね、この打撃武器トレーニングノートとか、この斬撃武器銃器トレーニングノート、この4つのトレーニングノートを作れば多分これクエストクリアになるんですよ。ただね、このトレーニングノートの、クラフトエリアがね、これリサーチデスクってなってんだよね。で、リサーチデスクっていうのがね、これまたモッドで追加されたやつで、
これですね、新しいクラスやステータスが上がるマガジンのクラフトはリサーチデスクで行いますと。ウッドボード、フォージドアイアン、エレクトリカルパーツ、電球、ネジってことで、パーソナルワークベンチがね、あればこれ作れます。うん、そんなに難しくないから、電球があるかどうかだな。ちょ、電球持ってたら、今回これ作って終わろうかな。お、電球10個もあるね。よし、じゃあ最後このリサーチデスクを作っちゃって、まあ、可能なところというか、作れるだけこのトレーニングノートをね、作って、今回終わろうかなと思います。まあ、素材的にもそんなに難しくない。いや、待て。ナレッジポイント200必要だ、これ。ナレッジポイント200ってどういうこと、これ。めっちゃ必要じゃん、ナレッジポイント。なんかこの、ビルディングワークステーションっていうクエストで作りそうじゃない？この、ね、リサーチデスクって。なんかそのクエストの順番的にね、順番でやった方がいいクエストって絶対あると思うんですけど、まあ、この何？ワークステーション系のクエストは絶対最初にやった方がいいと思うんだよね。うん。被っちゃうからね。前もこの何？どれだっけ？これかな？このサバイバルキャンプファイヤー。これ作って、設置したんですけど、まあ、クエストでもう一回作ることになったりとかね。まあ、そういうのがあるんで、ちょっとクエストをやりながらというか、このクエストを先に進めようかなということで、ちょっとこのリサーチデスク系のクエストを最後にやって、今回終わろうかな。ウッドボードとスクラップポリマーがあればいいということで。さあさあ、お、できてる！エレクトリシャンテーブルということで、こいつを設置しよう。場所がちょっとなくなってきたね、これ。どこに設置しようね、これ。この辺かな？ちょっと地図を撤去して、ここに設置。よし！ビルディングワークステーション。さあ、ビルディングワークステーションクエストクリアとなりました。次がテーラーステーションクラフトするということで、まあ、次回はこの辺から進めていこうかな。お、エレベーター1階、エレベーター 5×5 最上階。なにこれ？めっちゃ時間かかんだけど、262分。262分ってことは、6424だから、まあ、4時間20分ぐらい。めっちゃかかるやん、これ。なにこれ？こんな、うわ、511分とかある。なにこれ？自動アイアンドアとか。あ、自動だけど、素材は別そんなに難しくないね、これ。使用可能な電子レンジ。これとかも、自動ハッチ、自動ボルトドア。ほー。ちょっと自動アイアンドアぐらいは、なんか家につけたいね、これ。うん。さあ、ということで、今回はね、釣りをして、まあ、ロックピックでドアを開けたりして、何したっけなっていう回でございました。次回はね、ちょっと乗り物をそろそろ欲しいので、乗り物とか作りつつ、まあ、このワークステーション系のね、クエストを終わしつつで、とりあえずこの完成した賞をね、集めるという、ことを目標にやっていきたいなと思います。よし、この辺に地図置いておこうかな。さあ、そのわけでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。